AAPC とは、台湾の A ス u ステックコンピュータが製造、販売する低価格ミニノートパソコンの製品名、及びブランドである。読み方は前期の通り EPC であり、ネット上で EEPC と表記されている記述も見られるが誤りである。名前の a は当初 EG2LANE、g ーー2 w a r k EG2Play を表すものとされていた。 後継製品では e ージー、Excellent, Exciting に変化している。2007年10月から台湾、11月からは米国で販売を開始した。日本では2008年1月25日に販売を開始した。Asus によって設計、製造された A5 サイズの低価格ミニノートサブノートパソコンである。初期の製品では コストと消費電力を抑えるため CPU やチップセットには既存のアンプック用プラットフォームを流用し、さらにストレージにも HDD や SSD モジュール等は採用せず、システム基板上にフラッシュメモリ素子を直接搭載する等の思い切った構成を採用している点が特徴である。コストを抑える一方で、そのハードウェア構成は通常の PC、 AT 互換アーキテクチャを採用したノートパソコンそのものである。同カテゴリーの製品ではこれまで IA や PC、AT 互換機とは異なる独自のアーキテクチャを採用したり、PC、AT 互換アーキテクチャであっても互換メーカー製の低電力プラットフォームの採用が主流であり、現在我々が 日常的に利用している一般的なパソコン用の OS やアプリケーションの実行に際して互換性や相性、パフォーマンス等の問題に煩わされがちだった。対して AAPC では機関部品にインテル社の製品を採用した堅実な構成で固めこれらの問題を概ね払拭している。このように新たな市場の掘り起こしも念頭に設計された。 新商品でありながら、ノート PC としては、手堅い構成である点も、特徴の一つと言える。AAPC は当初、近年その市場に注目が集まり、製品化や、市場開拓の模索が続く発展途上国や、新興工業国、先進国の低所得層向けに、デジタルディバイドの解消等を目的とした、低価格な PC や、 ネットワークアプライアンス等の一環として位置づけることも可能な製品とされていた。これらの製品が登場した背景には 100US ドル台で販売可能な PC の設計、製造を計画し199ドル以下での供給を実現したアルプック XO の影響を抜きに語ることはできない。しかしこれらの製品と比較すると AAPC は サイレンモデルでも299ドルからと率直に言ってかなり高価であり、発売から半年余りで累計150万台を売り上げたとされる販売実績もより高機能、高容量で応用の容易なありていに言えば Windows XP の動作が現実的でより高価な上位モデルが主体である。さらにその販路も当初歌われた。 発展途上国や新興工業国、先進国の低所得層ではなく、大半が、北米や EU、東アジアの先進国や新興工業国の、すでに、メインとなる PC を、所有済みのユーザーの2代目以降や、高帯域のネットワークインフラが充実したこれらの、市場で PC を高度な用途に用いることのない、ライトユーザーの1代目としての用途であり、メーカーや、 市場の当初の観測とはややずれた方向で新たな市場を掘り起こすこととなった。このような需要を組んだ結果、エイスースでは第二世代の製品群から市場戦略を修正し、後継製品では APC の独自ブランド化とともに、性能、容量の向上を図り、製品の単価をさらに上昇させている。その一方で、コモディティ化の進む、 PC 市場をさらに推し進め、500ドル以下で現行のオペレーティングシステムやアプリケーションを十分に実行、可能な性能、容量を持つ安価なミニノート、PC という製品カテゴリーを開拓した講師として位置づけられつつある。A s u s AA PC4GX、4GXU 70、701SDX 900 90、900XAA PC901XA。 PC1000HX 発売日、2008年10月25日、APC1000 波山田電機オリジナルのモデルである。APC1000HX と比較して、下記の点を簡略化している。APCS101 発売日、2008年11月22日、APC901 から 16G 発売日。 2008年11月22日、APC901X と比較して、内蔵記憶装置が 16GBSSD に変更されている。バッテリーも8.3時間より8.1時間とわずかに減少した。APC900 波発売日、2009年1月24日、1000波のディスプレイを 900K の8.9インチ。 t f t ワイド液晶に変更したモデルで、その他にも以下の点が変更されている。a p c 1 0 0 2派発売日、2009年2月7日、APCS101H 発売日、2009年2月7日、EPIC1000HE 発売日、2009年4月4日、EPIC1000 派へ発売日、2009年4月4日、a p c 1 0 0 0 2派へ発売日、 2009年5月16日1に刃からいくつかの改良が施されている。蒸気モデル以降に販売された PC 以下は台湾本国及び日本以外の海外市場における仕様である。A s u s では液晶 TV に AA ボックス相当の機能を内蔵したモニタ一体型 PC、AATV といった AA ブランドの派生製品を企画中とされる。また、 a ブランドでの成功をもとにしたネットトップ端末として a ボックスや a ブランドとは異なるアンプックである N10 などを販売している。日本国内では2009年1月24日に900シリーズとして初の HDD 搭載モデルとなる AAPC900 派を発売した。2008年10月2日に発売された A ボックス B200 に日本版モデルの D ドライブがウイルスに感染していることが判明した。これに伴い A s u s は A ボックスの全ラインナップ製品を無償で回収、交換すると発表した。また、2008年9月20日に発売された APC701SDX 付属の3十 G バイトの外付け USB ハードディスクの中にもウイルスが混入されていることが判明し無償交換を行うと発表した。コンピューテックス台北で登場したノートパソコン AAPC を発売決定 A s u s ニュースリリースコンパクトで大容量。動画や写真、音楽を快適に持ち運べる。 APC-900 派を発表2009年1月21日、A s u s ミニパソコン新製品、A ボックスでのウイルス混入に関する、お詫びエサスティックコンピューターインク2008年10月3日、エサスティック、APC-701SD、X 付属 HDD に、ウイルスが混入インプレスウォッチ2008年10月14日。ありがとうございます。